皆さんこんこにちはそれではただいまより賃貸不動産経営管理士のガイダンス講義を始めさせていただきます。担当はレック専任講師の佐田里ですすよろししくお願いいたします本日のテーマはですね賃貸不動産経営管理士ガイダンスということで過去問を踏まえて今年の本試験を大胆予想合格者が伝授する合格必勝法ということで講義をさせていただきたいと思います。 えー、まずですね賃貸不動産経営管理士についてご説明させていただく前にですねあの不動産を取り巻くですね法律に関してちょっとお話しさせていただきたいんですけれども不動産といってもですね、えー、大きく2つに分けることができるんですね同じ不動産業といってもですね大きく2つに分けることができます。まず1つが不動産取引業 とということで、えー、不動産の売買をしたりですとかそれから、えー、賃貸の仲介をしたりですとか取引不動産の取引をするこちらに関してはですねこれがまず一つ目の大きな枠組みの一つなんですがこれに関しては宅建業法というものが適用されてるんですねでもう一つの枠組みの方でありますのが、えー、賃貸とか管理業。 といったものなんですがでこちらに関しては、えー、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども自ら自分の持っている不動産を貸す人に貸す自ら賃貸というのは宅建業法を適用になっていませんでそれから、えー、管理業といいましてもです、ねえー、分譲マンションの管理なんかでいくとこちらはです、ね、マンション管理適正化法というです、ね、法律で規制がされております。で マンション管理、えー、適正化法で規制されておりましてそれからそちらの業務をするのはですね管理業務主任者というまた別の国家資格がありまして、えー、分譲マンションの管理なんかではこの管理業務主任者が活躍している現場になりますで賃貸、賃貸不動産の管理につきましてはですね、えー、これまでですね今もないんですけれどもお賃貸不動産 の特有の賃貸不動産を規制する法律というのはないんですねで、えー、賃貸不動産の管理って何かというとですね所有者の方貸主の方がいらっしゃって不動産を貸したいんだというお声があったときに管理会社がその所有者オーナーさんからですねその不動産の管理を受けてで管理というのがその建物の物理的な管理であったり それから入居者様からのクレームに対応したりとか滞納があった時に督促をかけたりとかそういった入居募集したりとかですねそういったその賃貸不動産の運営全般に関することを請け負って委託を受けてですねで運営していくという業務になります。 で従来の管理についてはあ今、申し上げましたとおり分譲マンションの管理とは違ってです、ね、特有の賃貸不動産特有の法律というのがないので、えー、各それぞれの管理会社がです、ね、民法とか借地借家法に基づいてそれぞれの会社独自のノウハウで、えー、管理業をやっていたんですね。 なんですけれどもでしかしですね今現在においてこの賃貸不動産を取り巻く環境が大きく変わってきましてですねであの少子高齢化皆さんご存知の通り少子高齢化と言われている時代になっています。で少子高齢化なんだけれども、えー、賃貸不動産というのはどん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 建っていってるんですね建築されていってるんですね。なのでもうどん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 空き家が出てるわけですね。 でそんな中で、えー、賃貸住宅の管理業管理業といっても先ほど申し上げましたとおり入居者募集をしたりもしますのでその賃貸不動産を運営していくということにあたってです、ね、賃貸管理業に対する期待がすごく高まっているのが現状なんですね。でまあ、それに伴ってです、ね、賃貸住宅の管理業のコンプライアンス遵守というものが非常に要請が高まっているのが現状です。 でまた、賃貸管理にはさまざまなリスクが伴います。えー、例えば、先ほど申し上げました通り滞り入居者の方が滞納したらどうするのかそれから、えー、空室がたくさんあった場合にい賃貸運営が全然うまいこといかないというようなリスクがあったりですとかそれとかあ物件で何か事故が起きたとかですねそれから、えー、入居者の方同士でです、ね、例えば騒音トラブルとか。 があったりですとかあとは入居者の方が退去する時に現状回復に伴う資金をめぐったトラブルこういったリスクがありますので貸主それから借り主双方に対するリスクマネジメントというのが非常に要請が高まっているというところなんですね。 でそこで、えー、今現在でもその賃貸管理に関して、えー、規制する法律はないんですけれども平成23年の12月1日からです、ね、賃貸住宅管理業者登録制度というものがスタートしましまたでこの賃貸住宅管理業者登録制度というものはです、ね、これ、あくまで任意の制度なんですけれども。 管理会社が任意で、えー、国土交通省の登録を受けるんですね。でこの登録を受けるとですね管理、えー、貸主様から管理を受託する時に貸主への重要事項の説明書が義務化されてます。でそれから、えー、年度ごとにですね 業務,の業務とか管理状況の報告をしなければならなくなった大臣に対してしなければならないんですね。でその管理状況っていうのが例えば管理個数何件受託してますとかですねそういった内容を報告する義務が発生してます。で、えー、なおかつこれに関してはですねこの報告した書類に関しては借主貸主それから入居予定者 なんかもでですすすね閲覧することが可能ですそれはどういうことかというと貸主からすると今から管理を任せたい業者の業務内容とかですね今現在の管理の受託状況なんかをですねあらかじめ確認できますんでそれに伴ってまあ管理会社を選ぶことができると。で入居者入居予定者や借り主の方からするとですね 自分が今から入ろうとしている入居しようとしている物件の管理会社がどこなのかで、えー、この管理会社はこの任意の登録制度に登録されている管理会社なのかではたまた、あ管理会社登録されている管理会社なのであればどれだけの受託件数を持っていてどんな業務をしているのかということを確認できるわけなので自分が今から入ろうとしている物件の、まあ、管理のスタンスをです、ね、確認できるわけですね。 でえーまあ、そういったことで、えー、いわゆるまあ安全性が担保されるわけですね、えー、貸主さん、借り主さん入居予定者からするとお比較的何もないよりはあこういった安全性が担保されるので、えー、物件を選びやすくなったそれから管理会社を選びやすくなったということが言えると思いますであくまでこれ任意の制度なので、えー、登録していない管理会社ももちろんたくさんあります。 登録している方が少ないですね全体的に見るとですね。でそこで先ほど管理の受託時に重要事項の説明をしなければならないというふうにお伝えしましたけれどもこの任意の登録制度に登録している管理会社は事務所ごとにですね1名以上の賃貸不動産経営管理士。 もしくは6年以上の規定の実務,経験を実務経験を持っている人間を設置しなければいけないという義務化されているんですね。でここでその今からやるこの賃貸不動産経営管理士というのが活躍する現場になるわけですねで、えー、賃貸不動産経営管理士の専属業務としてはですね3つ挙げられましてまず1つが今申し上げました重要事項の説明書の説明ですね重要事項説明それから 2、えー、つ目として重要事項説明書への記名印でを印、ね。それから3、えー、つ目として管理受託契約書の記名印重要事項の説明をしてその後管理を受けますとで重要事項の説明では我々はこういった形で管理をしていきますよろしいですねというような内容の説明書ですけれどもこれをした後に管理受託契約を貸主様と締結するわけですね。 でえー、そこの両方ですね重要事項の説明書とそれから管理受託契約書の両方に記名要印ができるとこれが賃貸不動産経営管理士の専属業務となっております、はい、そうしましたらただいまより、えー、この賃貸不動産経営管理士じゃあ ここれは難しいい資格ななののかかどうなのかというととをです、ね、この過去問を見ながら、えー、今年の本試験どんな内容が出るだろうかというようなことをです、ね、お話しさせていただきたいと思います。はい、それでは、えー、ちょっとお手元にはです、ねえー、レジュメはないと思いますけれども平成27年と平成28年おととしと昨年の過去問を見比べてです、ねえー、少しお話しさせていただきたいと思います。 平成27年の問いの20という問題で、定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれかという問題が出てます。で、ここのですね。4番ですね。4番定期建物賃貸借契約の事前説明は、定期建物賃貸借契約書に契約の締結に先立って説明を受けた旨の記載があれば。 別個独立の書面で行わなくても足りるというふうに書いてあるんですねこれが「丸か×か」というような問題これが出てますで、えー、平成28年の問いの14こちらの1番をちょっと見ていきましょう1番定期建物賃貸借契約の事前説明は更新がなく期間の満了により契約が終了する旨を記載した書面を交付することで足り 別途口頭で説明する必要はないと。あのー、今お伝えした内容でこのなぜこれをお伝えしたかというと基本的にはですねこの事前説明に関して、えー、同じような内容が問われているわけですね。で、えー、これ今前者が平成二十七年で後者が平成二十八年ですけれども結局ですねこの出題者の意図としては定期建物賃貸借契約では 事前説明を必ず行わないといけない、まあ、これ、厳密に実務的に言うとですね A41 枚の紙で、えー、これは更新がない定期建物賃貸借契約なんですよという旨をですね契約書とは別途の A41 枚の紙でご説明しなきゃいけないんですねでこれを書面を渡してなおかつ説明までしなきゃいけないんですねこの知識を抑えていれば、えー、同じような問題が出てます。この 平成27年平成28年どちらも同じような問題が出て今の知識があれば両方ともお省くことができるんですね。丸をつけけるることができるわけできわすねなので何が言いたいかというと基本的に賃貸不動産経営管理士現行の賃貸不動産経営管理士試験で問われている内容というのは例年出題者が意図としているところは変わってないんですね。であのー 確かにその過去問全く同じ問題が出るわけじゃありません。全く同じ問題が出るわけではないんですが、今お伝えしたように類似している問題が出てきます。で、出てきますので、しっかりですね、この今年の平成29年の賃貸不動産経営管理士の試験合格しようと思うとですね、しっかりと過去問を徹底してやることというのは非常に有効なやり方だと思います。そして過去問ただやるだけではなくてですね、何を 聞きたいのか出題者が何を意図としているのかということをですねそして、えー、賃貸不動産経営管理士の公式テキストっていうのは1000、えー、ページ以上あるんですね1000ページ以上ありましてでその中から、えー、試験に出てくる内容というのを皆さんご自分でピックアップしていかなきゃいけないでこれはかなりの労力がかかる作業になります。 REC ではこの賃貸不動産経営管理士試験の今お伝えしたこの1000ページの中から重要な部分だけをです、ね、ピックアップして皆様にお伝えして効率的に合格できるような講義をです、ね、ご準備しておりますのでぜひ受講いただいてそれから今年の賃貸不動産経営管理士試験ぜひ合格いただけたらというふうふに思います。どううもありがとうございました